最後の3作品いっちゃいましょうか。はい、ではご紹介させていただきます。エントリーナンバー9、南東京ミュージックアトラーによる武士の舞台。エントリーナンバー10、ワットイフによる折り紙おにぎりアトラーに。エントリーナンバー7、ユナイテッド DJ によるケンゴジラです。どうぞ。皆さん、武士氏の名前の由来はご存知ですか？昔々の平安時代、空海というとても偉いお坊さんがいました。その空海さんが仏像や経典などを安置しておくための箱型の厨子というものを延命寺に建立したことが始まりと伝えられています。文字の響きはそのままに、厨子という文字が厨子に変わった。古から続くとても歴史ある町なんです。